これは私たちは全員10代の時に理不尽な殺され方で死んだ地縛霊命を奪った相手への恨みを果たさない限り成仏できず天国に行けないのよ幽霊復讐部隊訓練開始うちらこの世に未練あるねん成仏して天国に行きたいねんうわ復讐に重要なのは怨念と愛私って都合のいい人間なのかな人間のくせに生きてていいやついい仲間って印象やなうわどうして殺したの未来を奪われた側の無念さが分からへんねん明日が待ってる人間にはそんな気持ち考えもできひんよな